私は、全部が貧乏でね、結婚当時は普通だったけど、増えなくて。やっぱり、貧しさに心がすさむのよね。それで離婚。今の旦那は、お金持ちってほどじゃないけど、お金に不自由はしないくらい。義両親は金持ちだから、介護の心配はいらないんだけど、義弟が障害者なんだよね。多分一生施設から出ないけど、後見人はしないと。それでも、お金に余裕のある人ってのは、焦りとかないんだよね。生活全般に余裕があって、おおらかで寛容。この辺に惹かれた。これも結果的にお金目当て?かな?でも、私の黒いところはそこじゃないんだよ。夫のことは大好きで愛しているんだ。本当に結婚したくて結婚した。でも、夫にはできなかったってことにしているけど、本当は否認していた。夫は、私との子を望んでたけど、愛があってもダメだったわ。障害者に偏見はないし、義弟の後見人も別にいいんだけどさ。私には育てられないよ。でも、それ以上に、前妻の子が、本当は、夫の子じゃないって知ってたけど、結婚したことが一番かな。前妻の言い分は、もし障害があったらと思うと怖くて育てられない、だったんだよね。それで、夫も義両親も、夫の子だって信じているんだけど。証拠の母子手帳も廃棄したし、真実は、墓の中まで持っていく。です。再婚同士で、旦那さんには連れ子がいるけど、その連れ子は、旦那の子じゃないってこと?報告者。そうです。普通は、子供の血液型をごまかすんだろうけど、自分の血液型をごまかしていたよ、前妻さん。結婚前に探し物をしていた時に隠してあった母子手帳を見つけたんだ。夫が A 型で、子供が AB 型、前妻が B 型、みたいに聞いていたんだけど、実は、前妻は O 型だったみたいな感じ。もしかしたら、結婚前から B 型の人と浮気していたのかもね。実子だと信じて大事に育てられていたし、とてもいい子で、不思議なことに、夫といろいろ似てる。私が言わなきゃみんな幸せだし、私も子供子供言われなくていいかなと思って黙ってた。普段は、ママ子とか託児子とかすっかり忘れて、普通に家族しているよ。です。血液型はフェイクか。すごい悩んじゃった。報告者。ごめんなさい。フェイク入れようと思ったら、ORZ。O 型から AB は生まれないですよね。ちなみに前妻さんは、行方不明です。